中からの光感がすごい出てくるので、すごい、そこに濃い色はすごい、はい、目から鱗も何枚落としたらいいんだっていうぐらい落ちてます、私今日。うそ、はい、皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、なんとメイクアップアーティストの猪狩しのぶさんに来ていただきました。そしてですね、今日こちらのメイクをしていただいたわけなんですけれども、はい、うん、今日のテーマはくすみピンク色を使った今季おすすめの最強抜け感メイクでございます。イエーイ、だいぶね抜け抜けな感じで仕上げていただきましたので、気になる方はぜひこの後もご覧ください。それではどうぞ。ではベースメイクから始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ベースメイクというかもう化粧水から。嬉しい、何もしてないです。化粧水ですか、これ、コットン。で、温めて、はい、温かいって言うとすごい女の子ってリラックスできるから、はい、まずはこれでリラックスしてもらって。確かに今使ってるのはクリームと、はい、美容液、風味の美容液、はい、美容液をポンポンと置いてもらって、それを結構こう美容液たどり着いたんですけど、最近これに美容液で伸ばしていく、うん、これが結構好き。中からの光感がすごい出てくるので、すごい、クリームポンポンのせしたからの美容液。 そしたらやっぱり今トーンアップがすごい流行ってるの で、ね、やっぱトーンアップはしとくと、やっぱファンデーションが薄くて済むようになるし、うん、はい、ファンデーションじゃツヤって出てこなくて、うん、やっぱ中からね出た方がいいから、トーンアップは結構たっぷりめに。そしたらピンクベース、はい、コントロールカラーのピンクを、うん、でまた伸ばしていきます。はい、塗る箇所は特に全体で平気です。ピンクの方が好きなんですよ、最近くすみ色が流行ってるから、うん、だから肌を先に外人さん、欧米人の人みたいに、はい、ピンク身にしとくとくすみ色ってすっごい簡単になってくるから、最近はピンク色を使うことが多いので、これはもうベースとしてふっくらと見せるためにピンクのコントロールカラーを使って、このトーンアップを伸ばしていく。そしたらトーンアップをもう一回重ねます。こめかみの辺からすごい綺麗に見えると肌って超綺麗に見えるから、ちょっとほうれい線の辺、その最初にトーンアップ塗ってピンク塗ってトーンアップ、うん、そう、トーンアップ、うん、そしたら最後にもう一回今度は紫のコントロールカラーを、いつもたくさんいろんなコントロールカラーを使って、うん、こう肌の色味を調節してる。でもなんか使わない時もあるよ、もちろん。なんか家でちょろちょろとカレーが来るから、友達が来るからメイクしとこうみたいな時は、はい、あんまりこう色味をすごい整えるっていうよりはもっとナチュラルの方がいいと思うので、なるほど、あんま使わない時もあるけど、そうするとやっぱりこのピンクでふっくら、紫でスッキリみたいなところで結構凹凸感が、もともと黄身があるから、はい、黄身が勝手にシェードみたいな色になってくれるからすごい得なので、はい、なるほど、はい、だから得で考えてコントロールカラーを使ってみてください。はい、こんな感じで。おお、日焼け止めのクッション。クッション、水分をね。でもあれなんですね、最初でもないんですね。日焼け止め、はあ、日焼け止めってちょっと白みがあるじゃないですか、はあ、だから私とかみたいにくすんでると結構なんかグレーっぽくなっちゃうんですよ、日焼け止めつけると、うん、だからコントロールカラーで黄身のある肌をどうにかしてからつけたりすると、なんかもうずっとこうやってるんですけど、うん、そしたらファンデーションで、はい、ファンデーションはこのピンク味が入ってるファンデーションが好きなんで、はい、本当だ、ピンクですね、はい、ナーズよく使われますか、ナーズ、はい、最近はね好きなの。なんかね、うん、ナーズって不思議なことに超ブームが来る時があって、ないですか？ありましたね。ありますね、うん、いつも使ってるんだけど、うん、来たこれみたいなやつがあって、昔の中のやつ、はい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 、とかもそうですけど、じゃあ今まさにナーズブームが、はい、また何度も再来してます。へー、そしたらこのファンデーションブラシ使う時は手の部分をくましてあげてから使うと馴染みが良くなります。すると皮膚が薄い人とかは、はい、特にこのピンクのファンデーションが合ってくるので、合ってきますね。ツヤ感もちゃんと残ってますね、はい、やっぱブラシだから。で、例えばこの化粧水で一回ポンポンと押さえます。すごい、ここで化粧水、手を化粧水に、はい、こっちに化粧水をつけるんじゃなくて、はい、手に化粧水やると水分やるとちょっと乾燥するでしょ、はい、そうするとこっちの必要じゃない油分がこっちにもらってもらえるから、馴染みが良くなる、結構落ちなくなる。目から鱗すぎます、それ、うん、
そしたらチークがレスな方がアイシャドウとリップに今日なってくるので、これコンシーラーの濃いやつをちょっとだけこうやっ て, せて、そこに濃い色すごい、はい、乗せときます。そして、はい、ブラシでこうやってちょっとだけチークを作る。なるほど、コンシーラーでチークを作る。だってもう完全にハイライトとシェーディングの位置を、はい、もう無視してるじゃないですか。そう、無視無視。でも確かに、でも顔の膨らみだったら可愛いっぽいから、ね、うん、膨らみに見える。ここね、ここがシャープだからちょっと膨らみをつけておきます、はい、こんな感じ。そうするとほら、ここにへこみがあるから、うん、ちょっとこう顔をちょっと下にこうやって重心やっとくと、はい、顔が丸く見えるようになりました。やっぱ顔の形をね、すごいチークは変えてくれるので。そうですよね。はい、そしたらハイライトいきます。ハイライトは最近はなんかそのくすみ色が流行ってきたから、あの少なめにしてる。リコンと花の動き、うん、確かにそこは光らせたいですよね。ここが光ってるとね、顔がね、ここがシャープに。はい、で T ゾーン、 T ゾーンまでではないんですかね。 T ゾーンはやらないです、うん、丸丸丸。へえ、はい、こんな感じです。はい、なんとなく下地がこれできたから、はい、そしたら色物に行きます。でもここまでが本当に超重要。今のところまでが、そうが重要。そうですよね、メイクはね、基本的にそうだよね。はい、リップ先行きます。うん、私結構メイク自分が下手で、あの下手なんです。何を、何を、もうみんな転びますわ、そんなこと言ってたら。いやしょっちゅう言ってるんですけど、眉毛から行くと難しくて嫌いなんですよ。何も色味がないところに眉毛を作っちゃうと、眉毛の色だけがどんどん頑張らなきゃいけない、私頑張らなきゃいけないみたいな感じになっちゃうから、私は先にリップをつけておくことが自分ではやりやすかったので、はい、仕事でも先にこうやってリップちょっとつけちゃうことが多い。そういう質問ありました。メイクをしていると濃くなっちゃうのが悩みです。濃くなりすぎないようにするコツはっていうのがあったんで。あ、なるほど。やっぱ何もないところに一生懸命描こうとすると、はい、どうしてもそこでイメージを作んなきゃいけないから、どうしてもいっぱいになっちゃうじゃん、はい、だけどやっぱり色味を出しておくと、これちょっとつけただけでもこのチークの色味、さっきのそっかコンシーラーの色味とかが出てきて、はい、白と黒の区別がはっきりしたんですよ。確かにそういう風にするとすごいいいと思う。はい、いいですね、嬉しい。はい、そしたらこういう、うん、色で、はい、もう目の形を作っちゃいます。茶色でまずはまぶた全体をちょっとくすませとく。そしたら次にこういうちょっとグレーにかかってる寒色味のある茶色でもう目の下もつけておく。目の上、目の下、目尻側、目頭側、それがベースです。はい、そしてピンクをのせていく。ピンクのアイシャドウを上にのせる。はい、ポン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 です。指で、はい、はい、次に下にオレンジ。お、かわいい。上にピンク、下にオレンジ、オレンジ。そしたら今度はオレンジと茶色をちょっと混ぜて、はい、二重のラインの上ぐらいにポンポンポンと置く。なるほど、よく、はい、こんな感じ。うん、際は攻めない。おー、ラインの上に色をのせるって感じです。そしたら目の下にキラキラを中央寄りにポン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 。で、あんまりまぶたの上にはつけない、キラキラ、うん、上に重心が上がっちゃうんで下につけてあげたい。へえ、はい、こんな感じですね。そしたらリップはやっぱり今ピンク系可愛いので、はい、こういうピンク色にしたいと思います。そっか、今塗ってた色はベースなんだ。あ、可愛い色、はい、こういう感じですね。綿棒に粉をつけて、結構たっぷり、こういうとこちょっとこうやってやってあげると、はい、質感が、テクスチャーの質感が変わってくる、はい、ちょっとマットっぽくさせるってことですか。そう、マットでこの口角をきれいにすることによってリップの潤い感が余計際立ってくる、これ結構リップそんな潤いないんですけど、はい、そしたらしっかりと眉毛を溶かしてもらって、もう眉毛溶かすことはもう超重要だから、ポン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 、まずピンクで一回揃えます。なんかピンク味のメイクの時に眉毛が黒みのブサブサだと色がジャイアンツになっちゃう。ジャイアンツ、どのジャイアンツですか。オレンジと黒で、あ、野球のね、ふっくらに食するためにあんまり黒みじゃなくって、はい、こうやってピンクのベースを使ってあげると色味が合ってきて、このハイライト感とかツヤ感がより出てくる。
これもベースなんですよね、うん、眉もベース塗るって、うん、目から鱗も何枚落としたらいいんだっていうぐらい落ちてます私今日。うそ、はい、こうやってピンクのベースにしといて、すごい、それの上でこうやって段ボールっぽい色とこの茶色っぽい色でこうやってやっとくと、あのふっくらの上に今度黒目がくる、ふっくらしてない上に黒目がくるんじゃなくて、ふっくらの上に黒目がくるから、ベースとしてもすごい大切です。うん、こうやって、そしたら最後にスクリューブラシで溶かすんじゃなくって、こうやって掘り上げるみたいな感じにやるとより馴染みが綺麗になる。そしたら最後にこのシェードでちょっとこういうブラシとかを使って、この眉毛の眉頭の下のところをちょっとだけシェード入れてあげると目のラウンド感が出てくるので。なるほど、そのためだけなので、ちょっとだけ目眉頭の下のところにポンポンポン、本当にちょっとだやると目のふっくらさ、丸みが出てきます。これが ね、これがちょっと時間経ってくると、このハイライト感がもうちょっとスーッと薄くなってきて、色味がブワッと出てきます。感じです。以上です。じゃあアイライナーとかもマスカラも、あ、そうですね、私アイライナーは今はちょっと離れてます。じゃあ髪をですねやっていただいている間にちょっと質問していきたいと思います。はい、どうぞ。簡単に垢抜けた印象になれる方法があれば知りたいです。簡単に垢抜けた方法は、私はやっぱりリップをポップな大人色を使うことだと思います。あとはグロス感を使わないこと、マット、ふわふわとマットを使うことがすごい、艶を、はい、抑える。はい、今一押しのコスメとその使い方があれば知りたいです。一押しのコスメ、でもやっぱピンク系のファンデーションかも、今日で言えば。あ、なるほど。本当にあの色味が、これが黄身だとちょっとこのふっくらさとこの白身が違うんですよ、うん、もうちょっと黄身のある白っていうかなんですけど、このピンク系のファンデーションがやっぱりすごいいいかなって感じがしますね。自分でメイクをするとき、自分の長所や自分らしさに気づくためにはどうしたらいいですか？自分の欠点が多分長所だと思う。自分の嫌いなところが長所じゃないですか。おまず欠点を好きになることがメイクすごい上手くなるんじゃないですか？すごい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 ステップステップで踏んじゃいました、ちょっとうち の、 その化粧品のポップアップに来ると、はい、大体自分がここ嫌いなんです、どうしたらいいですかっていう風に言ってるけど、あれそこ意外と気になってんじゃんみたいな、じゃあそこ好きなんだよきっとみたいなこと言うと、そこを伸ばしてくる子がすごい多いから、ちゃんと切り替えれるのはすごいですね。そう、切り替えてくる子多いです。だからそうやって言ってあげるとやっぱりこう良くなって、はい、完成です。完成です。イエーイ。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。もう鱗出まくりですよ、本当に本当にすごいです投げ散らかしてますけど、だってここに入れるってい う、 もう、うん、みんながこう持っている概念がもう覆されてますもん。そう、でもその概念があるから邪魔してるから、今の時代もっと自由だから、うん、はい、顔をもっと自由に捉えた方がいいと思うんです。そうですよね、まあ、キワとか根元とか、はいはい、キワとか、はい、根元とか、はい、そうですね、キワとか根元とかに囚われない。そうですね、で穴だから、これ皮膚の、はいはい、皮膚の穴に向かうっていうんじゃなくて、皮膚の穴を際立てる、丸く見せるっていう方法を抜け感で取った方がいいと思ってます。なるほど。茶色とか黒とかは本当にピンクの引き立て役で、ピンクさんがメインです。うーん、今日の合コンはみたいな、今日の合コンは、はい、ピンクさんがメインですててみたいな感じです。なるほどなるほど、はい、ピンクってやっぱ膨らむから、それを膨張色だから、はい、そもそも、はい、膨張色を味方につける、ほーと顔をふっくらしますね。朝井さんほらすっきり綺麗さんだけど、あの横広さんに見えるところ 前に顔が出たって感じですね。なんそういう作り方もなんか新鮮で、すっごい楽しかったです。美人だから、いや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 、もう出してもらいました、だいぶだいぶ。でもみんなに使えると思います。だから奥二重さんとか一重さんはこの 上まぶとやらないとか、そうですね、そうそうするといいと思いますね、うん、下に入れるとかポイントで入れるっていうのがね、うん、多分そのピンクとかオレンジを使ういいポイントかなと思いますので、うん、ぜひ皆さんも試してみてください、うん。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画気に入っていただければいいねボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。